ブリュッセルグリフォンは、ベルギー原産の小型の犬種である。赤茶色のワイヤーコートを特徴とする。フランス語ではグリフォン・ブリュッセロワといい、英語でもグリフォン・ブリュッセルなどとも言う。同じベルギー産の小型のグリフォンに、黒い紐のベルジアン・グリフォンと、スムースコートのプチブラ・バンソンがある。以上3種は、国際畜犬連盟等では別犬種として、登録されているが、 イギリスのザケネルクラブと紐のバリエーションとみなしてすべてブリュッセルグリフォンとして登録する畜研団体もある。また国際畜研連盟の研修標準でも三種間の交配を認めている。ヤンファムエーク、アルノルフィーに不細像の足元に描かれた小型犬。後のブリュッセルグリフォンと比べると顔は潰れておらず紐も,も長い。グリフォンは ヨーロッパ北西部に見られる、固めの紐を持つ猟犬である。グリフォンの語源は、ワイヤーコートという説や、捕まえるという意味の動詞グリファーの変形という説がある。ブリュッセルグリフォンの祖先はその中でも、ベルギーの都市部でネズミなどの害獣を駆除していた、小型犬である。特に馬小屋で使われたため、馬小屋の犬等と呼ばれていた。また、 御社のペットとして馬車に乗せられることもあった。19世紀後半に小型のグリフォンは上流階級の女性の愛案犬として大流行した。特に1870年代にベルギー王妃マリー・アンリエットが小型のグリフォンを愛犬としたことがきっかけとも言う。ここからより小型で人間に似た平たい顔形を持ち安定した毛色となるように改良が進んだ。 改良の過程は定かでないが、アーフェンピンシャーやパグ、ヨークシャーテリアなどが荒廃されたという説がある。また、キングチャールズ・スパニエルが荒廃されたという説もある。様々な地域の犬の血が入っていることから、ブルース・フォーグルは本賞、ユーロドッグであると評している。流行が頂点に達したのは、 戦艦期の1920年代でブリュッセルに繁殖用のメス犬が5000頭以上いたという。しかし改良の結果、生殖に困難を抱えるようになったために20世紀後半には頭数を減らし、また世界各地にもあまり広まっていないとされる。ただし、日本でも毎年数百頭の登録がジャパンケネルクラブにある。体高18から20センチメートル。 体重3から5キログラムの小型犬である。マズルは、潰れていて、あごひげや口ひげが豊かである。全身を固く長いラフコートに覆われていて、毛色は赤みがかったブラウンである。キャシャな体格で、足は細長く、胸は深い。耳は、反れ耳か、ボタンが耳、尾は、タレオであるが、耳は、断耳して立たせ。 尾は短く談をすることもある。性格は明るく温厚で、有効的である。活発だが、総運動量は、やや少なめで、力も強くないため飼育もしやすい。かかりやすい病気は単粉種にありがちな呼吸器疾患や、口外列、メシ疾患などがある。また暑さに弱い。本種はブリーディングに関するリスクを多く持っている、犬種でもある。メス犬は、 元から妊娠しにくく、偽妊娠もよく起こる。妊娠できても1回の出産で生まれる、子犬数は1から2頭と少なく、母体に対し子犬が大きいため、高い確率で、低王切開での分娩が必要となる。新生児は巨弱体質のものが多く、生後数週間の死亡率も約60%と非常に高い。このため、 繁殖には高度なブリーディング技術と熟練した技師が必要となり、故に必然的に子犬の値段が高くなる。ブリュッセルグリフォンは国際畜犬連盟の標準でもベルジアングリフォンやプチブラバンソンとの交配が認められており、また一服から三種のいずれもが生まれる。また、1920年代頃は現在のようなブリーディングに関するトラブルはほとんどなく、 自然分娩で1原5から7頭の子犬が生まれていたことが記録に残されている。ありがとうございます。